はい、5回目ここからね To get the economy moving、はい、読めますかね、ちょっと待って、ちゃんと見えてるかな、見えてますね、はい、To get the economy moving Mr. Abe、adopted policies previously considered、politically or culturally impossible The economy The economy はね、だがついているから、だから今言っている経済を持つ国だから、その国の経済、すなわち日本の経済の話、日本経済ということになるんですけどもね、この国の経済あるいは日本の経済を、まあ日本語に訳すときはただ単に経済を、でもうね、ミスター・アベはこういうこう経済をこうするためにというふうに言えばもう日本の経済のことに決まってるわけですけどもね、ちょっとこうくどい訳し方します。このだの意味合いはそういう意味だということでね、これはだがついてるのだから、日本の国の経済のことを言いたいからだがついてるんだということでね、今ここで話題になってる経済、すなわち日本の経済、他の国の経済とか世界経済のことを言ってないんだということでね、日本の経済のことだ、だからだがついてるんですね。ではまあ日本経済をまあ動かすために、このゲットはまあメイクに近いような、こう cause the to cause the economy to move というような意味でしょうね、あるいは to keep the economy moving と、だから経済を動かすためにミスター安倍はこういうものを採択した、そういうものを採用した policies を、政策を採用したのであると、previously considered なんとかか、以前はこういうふうに思われてたような政策をミスター・アベは採択、採用、そういう政策を取ったんだと。以前だったらこういうふうに思われてた、すなわち政治的あるいは文化的に不可能だと思われてたようなね。でこれ文化的っていうのは決して文化、culture とか cultural というのは、ね、芸術とか芸術とかいろんな学術とかそういうようなものという意味での culture ではなくて、もっと広いね、だから政治体制とか風俗習慣とかも含めた culture ですよね。あ、ちょっと待って、政治体制は含まれないか。政治体制っていうのはポリティカルで含まれてる。だから、カルチュラリーっていうのは、なんていうのかな、いろんな教養とか学術とか芸術のみならず、風俗習慣も含めたカルチャーですね。かなり広い意味でのカルチャー。なんていうの、コーポレートカルチャーというのは企業文化ですが、これは決して企業のね、あれではないですよね、企業の持ってる芸術とか文学とかいうんじゃなくて、ね、企業の持ってる企業風土、企業の持ってる風俗習慣、その企業の仕事のやり方とかね、まあなんていうの、職業に関する考え方とかね、従業員はどういうふうなことを考えて行動すべきかというようなことを含めた、まあ、企業内における風俗習慣、まあ企業内の風俗習慣といったら変な言い方かもしれませんが、まあそんな感じね、で、ということでここまで言った。次、 as part of the Trans-Pacific Ownership Partnership, TPP, a big regional trade deal. He agreed to slash tariffs and increase import quotas for agricultural goods, even though coddled farmers are some of the LDP's most loyal supporters. ね、ここまではいいですかね。ちょっと、上に上げましょうかね。あれ、ちょっと待って。ちょっと上に上げましょうかね。はい、これね、で上に上げすぎか上に上げすぎたな、As part of the Trans-Pacific Partnership、環太平洋パートナーシップ協定 TPP の一環として、その一部として、その一環として、ね、
a big regional trade deal. これは、この、the Trans-Pacific Partnership というのはこういうもんなんだけどもということだから、この TPP とそれから Big Regional Trade Deal とは同格になってますね。この TPP はこういうもんなんだけども、大規模な地域貿易協定あるいは条約なんだけどもってことですね。そういう合意なんだけどもってこと、まあ、これ取引で訳さない方がいいですね。条約とか協定とか合意とかね、いうことですね。でなんだけども、まあ、これともかくディール、これは取引という意味、なビジネスの上での取引とビジネス以外でも、まあ、取引という意味と、それから合意あるいは協定とかなんか、協定すなわち条約みたいなね意味にも、使える言葉ですね。だから日本とはちょっと考え方違うんでしょうね。日本ではね、取引言ったらあくまでもビジネスで、なんか損得勘定で何かやるの取引と言って、で国同士で何か合意を取り交わす場合はあくまでも合意とか協定とかあるいは条約というものであって、ディールとは違う、あのじゃなくて取引とは違うんだって日本人だったら思いますよね。そういうふうになんか取引っていうのと条約っていうのと分けて考える日本人の発想と、こういうね英米人はこれは取引も合意も同じことなんだというような考え方だから、悪く言えば英米人の方が現実的で、ちょっと、政治の世界での駆け引きを汚いもと考えてる、初めからねもう存続感情で動くんだと考えてるのかもしれませんね。で日本じゃどっちかというとこう性善説で、なんかこう政治のね国同士の関係はもうちょっと綺麗なもんだなとついつい思ってしまって、で取引と、国同士の合意とは違うんだと、別の次元の問題なんだとついつい思っちゃうのかもしれませんね。だからこういうところにもね、あの言葉をちょっとこう分けて考えるところを見るとね、やっぱり日本にはついついそう思ってしまうのかもしれません。もちろん政治に詳しい人、それから政治に実際に携わってる人はね、この国同士の汚さを見てるからいいでしょうけども、そうじゃなくてね、ついつい一般の人は国同士なんだから、なんかもうちょっと綺麗なね、あのもっと自由とか平和とかそういうものを考えて、利他的に全世界的な立場で協定あるいは条約合意を取り交わすんであって、取引なんていう汚いことは考えてないだろうって、すごいうっかり、僕少なくとも僕は若い頃そう思ってましたからでなんかこうなんか綺麗な世界であるかのように思ってました。まだまだこういうようなディールという言葉が二重の意味を、日本人から見れば二重の意味を持っているところを見ると、英米人の方はもうね最初からこんなもん、国同士のね話し合いなんてこんなものはもう取引でしかないね、損得感情で動いてるに違いない、それということは初めから分かってるからこんな言葉の使い方するのかもしれないなと思ったりしながら読んでたら面白いですよね。さてと、まあ、あの日本人なんかと比べるとはるかに、白人とかの方がはるかにそういう面ではある意味では汚いね、よく言えば、まあ、現実的であるね、冷めた目で見ている、うん、だからこそ日本人もそういうふうな人たちと合わせてやっていかなきゃいけないんだと、嫌と言うべき時はノーと言うべきなんだとかね、うん、存続感情でもっと考えないといけないんだということも言えるでしょうね。出ないともう利用されっぱなしですからね。だからこそあのね、ね、慰安婦問題なんかでもあのありもしないことを認めさせられたりするわけですよねさてと、まあ、大規模な地域の大規模な地域的、貿易合意の関する合意なんだけれども、そういうものの一環として彼、安倍首相はこういうことをすることにスラッシュすることに合意したのであると、同意したのであると。テレフスね、関税をスラッシュ切ってしまう、スラッシュというのはバサッと切るという感じね、シュワッと切るという感じねスラッシュだから切る、だからカットテレフス、
あるいは reduce tariffs ということですね。で、and increase import quotas。これは動詞ですね、もちろんね。だから、何これ、輸入割当て、輸入割当てを増やす、増大させることにも同意したんだとね。で、for agricultural goods。これは、この、for agricultural goods はこれだけにおそらくかかってるでしょうね。あ、違うか。こっちにもかかってるか。だから、この農産物、農産品のための関税と、それから、輸入割当て、あ、ごめんなさい、農産物のための、関税を減らし、そしてそれのための、輸入割当てを増やすことに、安倍首相は合意したのであると、even though こうであるにもかかわらずというか、こうであるにもかかわらずですね、Coddled farmers、farmers、農民たち、農民たちというか、その、農業従事者と訳しとこうか、うん、農業従事者なんですけども、Coddled って、まあ、甘やかされたというね、pampered という意味の意味ですね。だから甘やかされたというか、過保護に overprotected ですね。保護を受けすぎている。あまりにも保護されすぎている、農業従事者たちが。だからまあなんか日本では何だか、だからちょっとでも売れなかったら政府が、ちょっと高めの値段で買ってあげ、あの製品を買ってあげるとかね、そういうような形で、ちょっと保護を受けすぎている overprotected なファーマーズたちはということですね。コロルはそういうふうに確か、overprotected というふうに、辞書には書いてありましたので、ちょっと確認してきますね。コロルでしょ。はい。これもね。どこかな、これか。見えない。コードルっていうのはね、treat in an overprotective way ってことだから、 overprotected というふうに簡単に言ってもいいですね。だから coddled farmers というのは overprotected farmers ということですよね。だから待てよね、保護されすぎている、保護を受けすぎている農業従事者たちは、some of the なんとかかんとかでしょ、Some of the LDP's most loyal supporters、自民党の最も忠実な支持者のうちの一部なんだ、だとしてもということですね。それだとしても、まあ、たとえそうなんだけども、でも、まあ、こんな風な政策を打ち出すことに合意したのであると、あの安倍さんはということですね。うん、で、Japanese women ね、次 Japanese women、entered the workforce for droves helped by free nursery school and other subsidies for child care。 日本の女性たちはこういうものに入っていったんだ、参入したんだと、 the workforce に、これは直訳すると労働人口ですかね、うん、労働人口とか、あるいは会社の一つの会社のワークフォース、すなわち従業員数っていうのかな、従業員数ですね。まあ、ここでは日本全体の従業員数って言ったらちょっとおかしいから、まあ、労働人口の中に入っていった。だから、労働市場に参画するというか、ね、社会進出した。日本の女性たちは社会進出したと訳してもいいですけどね。労働人口の中に入っていった。だから社会進出した。In droves というのはね、たくさんの、in large numbers ということですね。で、この言葉はね、なかなか僕覚えられなかったんですけど、今回も忘れて、どんな意味だったかなと思うね。で、まあ辞書引いたんですけども、ね、一応確認しておきますね。in large numbers とかいうような、large number とかいうような意味だったと思います。drove。drove、 どれだ、あ、これでね、
これこれ。Drove ね、drove a flock of animals being moved なんとかなんとか、それから a large number of people なんとかなんとかね。だから in droves と言えば in large numbers ということですよ。ね。だからたくさんのということですね。ね。Droves in droves はたくさんの in large numbers たくさんの人数でということです。たくさん女性、日本の女性たちはたくさんね。大量にっていうか大量にって言った方がいいんですね。多数多数あのこう、ね社会進出したのだということですね。Drove なんでそんな Drove ってそんな意味になるか。Drove というのは、まあ、語源辞典を調べれば分かりますけどね。Drove というのはもともと Drive の過去形ですよね。Drive Drive というのは駆り立てるということでしょ。まあもちろんあの自動車をね運転する意味もありますけど、昔はねDrive a horse すなわち、馬を駆り立てるというんです、ね、馬を駆り立てる。だから、Drive a cow Drive cattle だからあ牛を駆り立てる。牛を駆り立ててね、あ行け行けあっち行けあっちあどん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 歩け歩けというようなね、Drive するわけですよ、ね、駆り立てるんですよ。動かすんですよ馬とか。でそれがあの自動車に関してもね駆り立てるというこの言葉が使われるなんて ねだからまあ言ってみたら自動車を駆り立ててるわけですよね。生き物を駆り立てるのと同じようにね自動車を駆り立ててる。だからドライバーカーって言ったらそういう意味になったわけですよね。で、駆り立てる駆り立てられているものといえばもともとは、たくさんの牛たちとか馬とかね、その他の動物たちを駆り立てるんでしょ、ね、羊とかね。だから駆り立てられている動物は大量にたくさんいるわけですよ。だからドローブと言ったらたくさんのという意味になったわけですよ、ね、たくさんの動物たちというのが意味もあるって書いてあるでしょ。あれ、ね、一緒見るとねこれねドローブねA flock of animals being moved along as a group. ね、グループとして何みんなで一緒に、まあ駆り立てられて動かされている、ね、移動させられている動物たちの群れ、グループですよ。ね、だから、やっぱりここでもね、こう動物たち、こういうの動かす、ね、どん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 駆り立て前へ進めてたくさんの動物たちを早よ前へ進めっていう上にカウボーイたちがあのとか羊飼いたちが駆り立てるでしょ。で駆り立てられた動物たちはたくさんいるわけですよ、ね、だからそういうのねあのそういう群れそういう動物たちの群れという意味になっていくわけですよ。駆り立てるという言葉のがねそういう意味になっていくわけです。だからついには2番目の人々たくさんの人々となるね同じことをやっているたくさんの人々という意味だったら A large number of people doing the same thing ねそういう意味になっていくわけですよ。だからこういうふうにね Drove っていうのは何も考えないであこれはたくさんの人たくさんのという意味だとねたくさんの数という意味だとかね人がたくさんいることだとという意味だとそのまま覚えたってもすぐ忘れるでしょ。でも語源を見れば覚えやすいでしょ。 Drove というのはもともと Drive の過去形、うん、ということは駆り立てられてるんだな。動物が駆り立てられてるということはたくさんいるということだな。たくさんの動物たち、動物のグループ の動物の群れのことを Drove と言うんだな。だからそれが日本あの人間の場合は同じことをやっている、人たちのグループ群れなんだなということになるわけです。だから in droves というのは in large numbers of people という意味になるんだなというふうに覚えておけばねまた忘れてもまた思い出しやすいでしょ。だから語源っていうのは、バカにしないで一応ね、時々調べた方がいいですね。年取ったら余計にねそのまま単語を覚えられないですから。だからねこじつけでもいいから何か考える必要ある。でそういう時に、語源って役に立つことが多い。次、
helped by free nursery school and other subsidies for child care でしょ。これでコマして help by なんとかかんとか、これは多分 being helped by でしょうね。だから深疑問じゃない、何だったっけ、分子構文ですね。だからこういうものによって助けられながら、助けられながらとか助けられることによってね、あの日本の女性たちはたくさん、労働市場に参画した、社会進出したのであると。助けられながら、助けられることによって by free nursery school and other subsidies なんとかね、無料の、自由のじゃないでしょうねこれは、やっぱり無料の保育園やその他の、補助金か、うん、補助金、助成金によって助けられてっていうことでね、for child care、 child care のための養育、子供の養育のためのね、その他の助成金とかそういうものに、それから、保育園の料金を無料にしてもらうという、これも助成ですよね。助成ってあのその男性女性の助成じゃなくて、助けられてるという意味の助成、すなわち、まあ、政府からのね助成金、助成金によってということですね。次、They are now more likely to work than their American counterparts. They、 これは Japanese women ですね。Japanese women are now more likely to work than their American counterparts. American counterparts、 待てよ、 先にね、その人たち、すなわち、日本の女性たちはね、今ではもっと likely であると、こうする、もっとこれこれしそうなんだと。Work、 働き、もっと働きそう、働く可能性が高いなと。than their、自分たちの、すなわち日本の女性たちの、日本の女性たちにとってのアメリカの相手よりも、アメリカの相手っていうのは変だけども、カウンターパーツっていうのは、カタカナでカウンターパーツって、カウンターパートっていうのも、カタカナで使っちゃう人も結構いるみたいですけどね、今は。The American counterpart って言ってるのは、これはね、They are American women ということですかね。うん。そうですよね。だから、Japanese women で、They are American women ということですね。They are じゃない、ごめんなさい。American women って言いたいときに、They are American counterparts って言うんですよね。例えば、Mr. Abe and his American counterpart といえば、Donald Trump ということになりますね。それとかね、うん、まあだってこっちが社長、 the president of a company and his Amazon counterpart といえばね、一つの会社の社長さんと、その and his Amazon counterpart、 すなわち Amazon のそのAmazon にいる、Amazon という会社にいる自分と同じ立場の人、自分と同じ立場の人をカウントパートって言うんですよね。で、社長、こっちが社長だったらあっちも社長。だから、マイカウントパート。僕が社長だとして、マイカウントパートって言ったら、僕が社長だとしたら、マイアマゾンカウントパートって言ったら、アマゾンの社長という意味になりますよね。もし僕が秘書だったら、僕が社長秘書だとする、ね。まあ普通の秘書だったとしたら、あれ、My Amazon counterpart といえば、あの、Amazon にいる秘書ということになりますね。どうも自分と同じ立場の人ですよ。同じくらい。ね。で、語源的に言うと、counterpart だからね。counter というのは反対する、反対側のということですね。part というのは部分ですよね。だから自分とあっち側にいる反対側の部分、自分も部分、こっちの会社の部分だけども、相手も別の会社の部分なんですよね。で、カウンターのパートだから、反対側のその一部分だからな。僕が秘書というこっち側のパート、こっち側の部分だったら、あっちもアマゾンという会社のパートです。しかもカウンターパートなんですよね。
ということで、こんなことも分かり、こだわってないで先進めないといけない。Held by なんとかでしょ。で、They are now more likely to work than their American counterparts. 日本の女性は今ではアメリカの女性よりももっと働く可能性が高いのであるとね。だから簡単に言えば、日本の女性の働く割合はアメリカの女性が働いている割合よりも多いのであると。で、And there are more than twice as many foreign workers in Japan as there were when Mr. Abe took office, despite a supposed national phobia about immigration. ね。さてと、And there are and って and とかこのね and という接続詞が出てきましたね。And とか but とか so とか for とかいう接続詞でセンテンスを始めてはいけないというのは嘘です。ここ見てもわかります。こういうのはね、立派な文章の中で大いに使われてます。それで there are more there are more than twice as many なんとかでしょ。こういうものがある。 more than twice、2倍以上のものがある。Twice as many foreign workers in Japan as なんとかかんとか、何々と何々の2倍ぐらいの数の foreign workers がいるということですね。それ2倍以上ね、2倍以上。Foreign workers in Japan、 日本には外国人労働者がこっちよりも2倍以上いると。As there were、as there were だから、かつてそこにいたよりも、今の日本ではね、今の日本ではかつての日本に比べると2倍以上の外国人労働者がいると。When Mr. Abe took office、 すなわちかつてというのは、Mr. Abe が、首相に、就任した時に比べると、この今の日本ではこの8年間の間に2倍以上に増えたということですね。ミスター安倍が、首相に就任した時に、例えばの話、外国人が10万人いたとする。この8年間で20万人に増えたということですね。2倍になったと、2倍以上になった。23万人かもしれない、2倍以上になったんですね。次、despite、 こうにもかかわらず、 despite the supposed national phobia about immigration、想像された国内、全国的あるいは全国的あるいは国内の、恐怖心にもかかわらず、入ってくる移民に関する恐怖心にもかかわらずということです。ということはどういうことを言っているかというと、この suppose と想像されたというのはどういうことかというと、全国的にあるいは国民全体が、入ってくる移民を恐怖している、あるいはこう嫌っている。これ恐怖とか嫌っていると、恐怖も嫌うも同じことだという発想があるから、これ嫌うという意味もあるんですけども、まあ恐怖心あるいは嫌悪感ね、移民が嫌いだとね、移民に入ってこられるのは嫌だととか怖いとか、そういう気持ちが全国的に国民にはあるように思われているにもかかわらずということですね。そういう時に、こういう場合に過去分詞にして、想像された何々にもかかわらずという言い方をするんですね。というわけで、ここまでで一旦終わっといて、次回にまた回します。